日本人にとってアメリカという国が好きか嫌いかっていう質問は結構微妙な答えにくい、質問なような気がしますね。何かフランスは好きか嫌いかっていうのは何かその個人的な趣味の話ですけど、アメリカというのは何かもっとヒリヒリした存在で、何か常にこう好き嫌いがこう反転するような感じを強いられる。まあ、それが安保の関係が当然あるんだと思いますけれど、相馬ヶ原というところがあって、そこに米軍の基地がありましてね、でそこで日本の近くの住民がですね、薬莢というものを拾いに基地へ入ったんですね。でその時に射殺されまして、日本の40代くらいの女性です。基地の中入ること自体違法で、当然入っちゃいけない。要するにお腹減ってたんでしょうね。私の記憶ではですね、ジラードというのはママさんこっちこっちとか何か言ったんだと思いますけどね、そして射殺したと。でその時は私もですね、ものすごくこう腹が立った。それは僕だけじゃなくて、みんながこう腹が立ってる。アメリカのタイムの雑誌からですね、佐藤栄作のポートレートを描いてほしいって頼まれたんですよ。編集部の方から、申し訳ないけれども、これじゃね、佐藤栄作がアメリカによって首を絞められてるように見えちゃうんですけれども、でもね、現実に佐藤栄作はアメリカに首を絞められてるんじゃないですかって僕はその時に返答したんですよ。ここのネクタイの柄さえ変えれば表紙として採用しましょうっていう感じだったんですよ。でも僕はノーっていう返事したんですよ。The long-term consequences of this relationship, which isthe political equivalent of the relationship between a prostitute and a pimp, can be felt in everyday life. Yeah.
ドブ板通りは実はこの真ん中にドブがあって、その上に板を張ってあったというのがそもそものなんか言われみたい。高校時代なんて本当に歩いちゃいけないところがここだったわけ、ね、普通のまあ女の子たちがなんで行ってはいけないかと、要するに行くとね、強姦されてしまうと。Documentary. Good or bad? it's a sailor badge in documentary. あの戦闘服だよね、あれ。なんで戦闘服ってこれ歩いてるの？よくわかんない。変ですよね、外国の騎士がこんなにあるって。なんでこんなに騎士がいっぱいあるの？次の戦争に備えるために練習してるわけでしょ。別に航空ショーをしてるわけじゃないさね。タッチエンドゴーをして毎日毎日朝から夜までやってるわけね。バタバタバタって音聞こえる？はい。すっごいでしょこれ。これ全部アメリカの基地なのよ。うわ。緑の広場じゃないのよ。緑の広場だったらいいんだけどね。そうじゃないんですね。日米安全保障条約というのは知ってた？略して安保と言います。もう安保だらけここね。沖縄に来たら安保が見えるのよ。僕は戦争は嫌だ。あんなバカなことを絶対にしたくない。誰でもそうだろう。それならその戦争の道具をなぜ揃えようとするのだ。戦争が起きたら助けてやるとか、その代わりお前も戦争の手伝いをしろとか、軍備という意味のないくだらないものにお金をかけることになるような国と国との子供じみたいがみ合いをもっと大きくするような、そんな約束を今の日本はしようとしている。こちらが浜谷博さんの、フィルム、原稿プリントの収蔵庫になっております。この2箱が怒りと悲しみの記録、1960年テーマにお取りになった写真を、本にまとめようということでレイアウトされたもの、そしてその原本ですね。この浜谷さんの作品を拝見しているとね、本当に浜谷さんが神出鬼没で、もう次から次へ肝心な場所ですね。
国会は機能しないようなね、ちょっと包帯をぐるぐる巻きにして議会を思わせるね、でよろめきながらね、やっと松葉杖に座って。社会党議員は座り込みで採決を阻止しようとした。政府は国会に警官を入れ、座り込み議員を排除。引き続き新安保条約を単独採決。この間15分。帰ってこねえ。もぞもぞ待ってる暇なんかねえんだ。食わなきゃ食わなきゃ死ぬからな。だからそこら自由なんかねえかと這いずり回って探すんだ。そうっていうところでちょこちょこ体が食うもんだが、眠ってるのがお前なんかやらねえ。60年安保の時はちょうど17歳、高校3年生の春でした。本当に十何人だったかな、広い校庭にみんな並んで授業をしてる窓に向かって国会に行こう国会に行こうって叫んでたんですね。そしたらね、担任の先生がパーッと降りてきてこっち向かって走ってくる。ああ叱られるんだ、ね、教室に引きずり戻されるのかなと思って、そしたら僕も行く、ものすごい感動して。強行採決から一月の間、毎日のようにデモが交代して出てましたから、それがどん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 増えていきましたから、国会の周りにね座り込んでいたんですね。毎日のようにやってたからね、私毎日のように出て行っちゃって行ってましたからね。でもバカみたいだっていう人もいたかもわからないんですが、学校教えてて学校の生徒たちにもおるむして行ったりね。ちょうどそのグラフィックデザインの勉強してる時に60年の安保闘争で朝倉さんが先生だったんです。日本中がね、あの安保闘争、地方からどん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 東京に来るし、もうあー嬉しいって感じですよ。だってもうみんなそういう同じような気持ちになった人たち、国会の周りを取り囲んでるわけですよ。そのビルの上からはみんな手を振ってこうやって振ってくれる。初めて本当に民主主義を守るのは私たちが守らなくちゃ国は守ってくれないんだなっていうね。安保という条約がすでにあったと。あの時はね、批准つってそれを延長させる、あるいはちょっと修正させるということで岸内閣っていうのがあってね、いるんですよ。もう岸やめてくれ、だから従って条約も撤廃してくれるんですよね。条約があるから基地案だから。監督の仕事してたわけですよ。ちょうど僕が33ぐらいだと思うんですね。そのフィルムでも何でもみんなね、持ち寄ったフィルムなんですよ。そのみんな散ってる仲間たちが
自分の仕事してでしょ。でフィルムはこう余ったフィルムをみんな持ち寄ってきて、キャメラもみんなそこからキャメラを抱えてみんな集まってきたから。だからいろんな理解はあるよね。あれだけの大勢の人の中にね、大きくこれだという共通は共通点は何かあったら、やっぱり僕は再び戦争はしないということ、そこだけだと思う。軍国少年だったですよ。こう戦地に赴いてですよね。それで、その、特攻隊員になるとかね。日本は勝つと思ってましたからね。世代の人たちはね、直接戦争で、行ったわけじゃなくて、被害は空襲という形で受けたと。空襲、恐怖は空襲なんですよね。毎日がロシアンルーレットなんですよ。だからもうよく私はこの年まで生きてるなと思ったんです。あれね、本当心臓悪くします。今で言うと、なんかものすごい恐怖を味わった子供時代にあると、いわゆるトラウマっていうのがあってね、でそれを治療するっていうふうなことはよくありますね。でそんな医学もないし科学もありませんので、ほったらかしでしょ。で赤い雲でほとんど真っ赤の絵っていうのは、多分そういう空襲がないと描かなかったかなってなるんですね。もうギリギリで疎開して、父は物書きで本もたくさん持ってたのを全部一生懸命大事なものを運べないものを土に埋めて、それで帰った時はやっぱり土の中でももうほとんど焼けてたってがっかりしてたりなんかして。本は全部ダメになってたとかね。正直に言ってアメリカが嫌いでしたね。下町の焼き方といいますか、攻撃の仕方があんまりにも非道だと言ってもいいと思うんです。ただうちが焼けて焼け跡に立った時に、なぜこういうような馬鹿げた戦争を日本がしたのかと。
岸首相ですね、岸総理大臣、これはもう実にけしからん男だという思いがありましたね。岸首相は日米のですね、戦争の詔書に署名した閣僚です。でその首相はですね、戦争が終わった後永久戦犯として巣鴨プリズンに入れられています。東京裁判が開かれて28人の永久戦犯が起訴されて、7人が絞首刑になりますけどね。岸さんは巣鴨にずっと入ってたんですが、裁判にはかかんなかったんです。なぜ東条英機は死刑にされて、で岸さんは釈放されたのかっていうことが、まあいろいろ憶測を呼びまして、岸 offered himself to the Americans. 岸 said, "If you support me, I am going to create this party, the Liberal Democratic Party, and we will support American foreign policy. You give us support, financial support, we will give you political support. We will sign a security treaty."安保反対っていうのは一つには岸憎しっていうことともう同義語ぐらいのもんでね、戦争あいつのために随分ひどい目にあったから戦争中ね。 The CIA paid millions of dollars to support the Liberal Democratic Party and conservative politicians like Kishi. 戦争責任がきちっと追及されなかったことだから明らかにならないわけですよ。戦争だとかそういうものに興味があったのは結構10代ぐらいからです。で父が60年安保の学生運動に参加してたもので、結構家の中が国なんかは信用できないよとかそういうことがもうこう出るようなうちだったので、この条件が鳥好きで、それでみなしごがいいっていう条件だったんですね。で鳥は私も飼ってたもんですから大好きでした。でちょうど条件が叶ったもんですから、戦前から彼は絵描きなんですよ。それで中国先生に兵隊になってね、夜うなされてたんですね。うめき声みたいな苦しそうなのでよく起こしてました。
処刑したりとか、具体的に細かく。中国人を生き埋めにしてなぶり殺しにしてしまったあの恐ろしい日のことを思い出さずにはおられません。私はそのようなひどいことをしても、ひどいことをしているとは思うことのできない人間の姿を借りた生き物となっていたのだ。そういうことを発表してから、それからあの絵にもだんだんはっきり出るようになった。それがあのやはり絵を描く力になったんだと思います。日本の国は戦争の責任者というものを結局日本人自身では追及をしなかったわけですよね。全部連合国に任したわけです。During the Cold War, the United States would work with any son of a bitch as long as that son of a bitch was anti-communist. に空気入れようと思ってね。安保反対っていう大きなねスプレーコールはね、パーって聞こえてくるのね。だけどこっちはね、そんなことよりもね、自分で仕事をしてる。つまりなんかこう欲求不満だね。時代に向けてね、こう叫びたい気持ちね。バカ野郎とかね、いうのをその写真にするとね、やっぱりハイコントラストですよ。20人はいたかな。で、あの出かけて行ったんですよ。だけどみんなね、デザイナーだからおしゃれだからね、みんなねチャカチャカした格好してるわけですよ、うん、派手なおしゃれな格好して、それでそういうプラカード持ってるからね、安保のデモに参加してるって誰も道歩いてる人たちもそんな風に思ってないわけですよ。どっかの喫茶店がオープンしたと思ってるわけですよ。単純に岸の顔みんな嫌だってやつもいたし、それはね、それから学生のようにもうはっきりとラジカルに政治闘争を組んでいくんだっていうやり方もあれば、私たちがね、学生運動学生運動という時には全学連っていうのがありましてね、全日本学生自治会連合っつうかな、これ非常に強かったの。労働組合ぐらい強かったね。もうすごく大きな労働学生運動労働組合、日本中大騒ぎになって全国ゼネストっていうことで呼びかけられたんですね。
通そうやってデモするとですね、タクシーの運転手さんやあの店のおじさんが出てきてですね、お前ら学生は何やってんだと、デモなんかやってる時じゃないだろうと、俺たちの商売どうすんだって言うんですね。特にタクシーの運転手さんなんかね、降りてきてね、通せよって。でもですね、60年安保の時のデモではタクシーの運転手さんも商店の親父さんも普通の、あの家庭の主婦もみんな応援してましたね。で、よくやったと、頑張んなさいと、みんな言いました。ショーをやってくれて、そこに呼んでくれるっていうのがあって、人についてって、ちょっとサンタクロースの格好をした人がお菓子をくれたり、いろいろショーをやってくれて、すごく嬉しい、楽しいんだけども、心の奥の方に子供ながらに何とも言えないね、優しくいろんなことしてくれるんだけども、屈辱感のようなね、二重のことが子供ながらにある。私は今でも記憶にあるんですが、1946年の4月に入学した時ですね、黒板にですね、まあ、あの民主主義の子と書いたんですね。あなたたちは民主主義の子であると。思想が、まあ、ある意味では上からの思想であるし、日本の場合ね、自ら反乱を起こしたりして軍部を倒して日本を民主主義に持ってったっていうことではないので。敗戦後すでに1年、戦争という大きな暴力こそ消え去ったが、秩序を失った国土には新しい暴力が渦巻き、人々がその無法に立ち向かうには自らの力に頼るほかはなかった。もともとは、なんと遊郭とか、いわゆるそういう主婦たちを集めようと思ったんですって。それが集まんなくて、で一般の女子に新聞広告で、それも内容を言わずに集めたんですって。RAA って言って、リクレーション&アミューズメントアソシエーション日本の内務省が作ったんですね。要するに女子供を守る、交換されちゃいけないっていう。
戦争で勝った国っていうのは負けた国の女子供をどういうふうにしてもいいっていうのがこうずっと今の歴史よ。じゃあ日本軍もそうだよね。中国に対してもそうだし、朝鮮半島に対してもそういうことをいっぱいやってきてるわけ。このフェンスは駐留している軍隊のあるいはその家族が完全に安全な生活、夜を保障しています。このフェンスは沖縄地域の人々の女性の子どもたちの安全をね、一切保障していないですよ。Oh, this guy's filming us and shit. Get that shit out of here, this guy. ...65 年の4月に沖縄に出かけてきました。その当時は軍用道路1号線つってたとこなんですけど、ベトナムに向かう米兵がトラックがもうバン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 通るんですね。嬉野さんどこにいるっつってね、余震場命がなくなっても私はシャッターを押したいと。小さな子供が米軍のトラックに引き殺されたと。菅山成子ちゃんと言いまして、5歳でした。親は農作業に出ちゃうし、うちで一人でかわいそうなんで、お姉ちゃんを追っかけて学校に行ってたようです。彼女は他の海兵隊はイラクやアフガニスタンに派遣されて、戦争から帰ってきた兵士たちは結局、夜門限に近くまでお酒飲みます。事件を起こすわけですね。酔っ払った勢いで、そういうのは、レイプ事件とか、あれは強盗事件とか。アメリカ軍の船尾は飛行機もそれから船もいろんなものは日本の基地から飛んでいってますね。日本の基地から朝鮮戦争に出ていってます。立川からね、もう直接飛行機で
朝鮮戦争に飛んでいくんですよね。全然収入がない状態になってた。だから友達がね、こういう仕事があるからやらないかって言われて、じゃあ仕方がない、やろう。ポートレートを描く仕事ですよ。本人自身もあるし、それから奥さんだとか、あるいは恋人だとか、非常に忌々しいと思いながらね、戦争反対の気持ちを持った人でも軍需工場で働いているという人もいるわけですよ。それと同じようなもんでしょうね。あるいは基地で働いている。本人が戦死したということで、僕の手元に残っているわけですよ。横須賀には基地がいっぱいあって、で女性のドライバー募集してたのね。彼女は免許持ってたんで、ちょうど横須賀に移ってきたばっかで、5人募集しても3人しか来なくて、だから3人全部雇われて、アメリカの広報ですよ、宣伝ですよ。アメリカ軍はこういうふうにして女性を雇ってね、こんなに就職口がありますよってこと。朝鮮で負傷した兵士を立川に運ぶんですよ。で、そこでどういうふうにするんですかね、負傷者は治す、から死体は何かの形で処理する。でそのためのアルバイトなんか来てましたよ。死体処理のためのアルバイト、いい金になるとか言って、なんとなくこう聞こえてきましたよね。モチーフとしてこんなものは絵のモチーフではないと。でまあ大体花、美人ね、綺麗な風景とかね、売れませんね、全く売れませんね。で、なんで当時私はね、アルバイトはいろいろしてました。っていう気分が出るっていう意味ではね、不幸な時代ほどいいんじゃないかなと、こっちはこう思っちゃう部分も実はあります。占領期はこれで終わるというような講和条約で日本は復帰したんですが、実はその講和条約にですね、調印した日に密かに吉田茂がですね、日米安全保障条約という条約にサインしました。
占領は本当は終わったことになるんですけどね、安保条約という形で占領形態がずっと続いてるんですよ。石井君は僕よりずっとまた年の下で、で知り合った時はすでにね、もうかなりニヒルな感じのするね話し方なんかがですね、相当しかしねズバッとなかなかいいことを言うんですよね。親戚の場なんかが来ると、まあ本当に大変ね、こんな絵描き出しちゃってみたいな感じでね言ってましたよね。うちはとにかくその大蔵省の官僚でしたからね、あの父が。ただ一人電気屋さんがよく電気の工事に来ると、電気屋さんの息子さんがね、この絵は絶対後世に残りますよって。喘息でしたから、もうその喘息の発作が起きた時は大変でしたから、夜中中かかって何日も続くわけですからね、それが。はい、ですから命を削って書いてたという。敗戦時にのカルチャーショックを原風景と言ってるんですよね。どこ行ってもですね、戦争の影みたいなものを背負って生きてるような、世界の人々は原水爆の威力についてはみんな知ってるわけですね。だけど被害の持続性というねについてはあまり知られない。犠牲者はカトリックの信者が結構多いですね。被爆者を何人か訪ねるんだけど、なかなか写真を撮る最初は撮れなかったですよ。適齢期に被爆してますから、さぞかし被爆する前は綺麗な人だったろうというような面影があるんですけど、そういうボロボロの皮膚を仕事、いくら仕事とはいえね、取るような気にはなれなくて、呆然自失というか、進んでカメラの前に立って、あなた写真、私の写真撮りに来たんでしょうと、早く撮りなさいよ。それでようやくカメラが、バックからカメラが出せるようになって、それで撮り始めたんですよね。
広島を撮る仕事があって、でその時にまあ、私は広島に初めて行ったんですけれども、もうその人はいないの。でも肌に身につけたものがまだあるってことがすごく私はびっくりしたのと、思いのほか色が綺麗です。おしゃれです。広島は当たり前なの、もう反戦平和に。だからそれは今までずっとそう言われてきたものを、私はちょっとそれは置いといてしまっといて、ね、そうじゃない、もっと普通にみんな生きてて、おしゃれもしてたし、こんなに品物も立派だし、よく見れば、ね、結婚の後はあるし、ね、被爆した後はあるし、よく見ればいいわけ。桂川さんはもう置き場所がないからっつって先生、2枚一緒に持ってんの？1枚ずつだ。1枚ずつ、うん、ちょっとそっち持ってよ、お前。美術館行ってない。美術館行ったものは美術館で預かってるもんね。うん、うん、ちゃんと梱包していればいいけどさ。一番明瞭な記憶があるのは、吉中泰造というのが僕の友達でいるんですよ。で、彼はしかし小児麻痺でね、その松葉杖をつきながらね、片っぽ不自由ですよ、足をね。だから引けるような感じで こなして歩くわけですよ。で、それがそのわっしょいわっしょいのね、こうジグザグザグしてね、もう本当必死になってね、それの距離も例えば、3キロとかね、脇の下がね、擦り切れてるんじゃないかと、擦りむけてるんじゃないかなと心配するくらいね、一生懸命やってんですよね。行ってみたら怖かったですよ。後ろから右翼が来るんですよ。で、お前たちは右か左かっていうわけですよ。もし僕がもっとね、明快な考え方、あるいは思想的な、そういうものに支えられた自分だったら、そんなに怖くなかったか分かんない。
人だと思います。ドキュメンタリー作家で、それはね、ああいうの見ちゃうとね、さあ絵に連れてけんとこしたらいいかみたいな、まず負けたですよ。で、絵でやってもしょうがないなっていうさ、敗北感がまずある。絵としての工夫があればいいだろう。この画面で遠の部分があると、この中心がですね、ものすごくこう近づいてこうグッとこう飛び出して見える。砂川というのはね、立川にあの米軍の軍用基地がありました。あれはもう本当メッカでした、あの基地闘争の砂川っていうのは。ここへね、あのジェット機があの降りたいっていうことで滑走路拡大する。あの音はもう我慢できんとか、畑潰しちゃ困るとこれは当たり前だよね。そういう素朴なもんから始まってんの、実はね。So hard they could not stand. Let my people go, go down, Moses. アメリカ人ですね。ポール・ローソン。抵抗の精神っていうかな、そういうものが精神の中にある。世界青年学生友好祭でポール・ロブソンは歌ったんですよ。それで私あの壇上に上がってあの握手をして、でその時にこの人を書きたいと思ったんですよ。大きな手なんですよ。でも私の手が2つも3つも入っちゃうみたいなね。でもやっぱり素晴らしいと思ったのね、そういう精神がね。必ず死者っていうのがね出るような感じがしてました。そのくらいこの盛り上がっていたっていうんですかね。で、警察も本気でしたね。国会に向かってどうやって行ったらいいのか分からずにうろ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 、そのうち大騒ぎになって突入する。で、釣られて押されて国会の中に入って、で催涙弾なんかでちょっと涙が出てきたり、
神波さんは前から4列目ぐらいのデモ隊にいたと聞きましたけどね、先頭に立っていた。どん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 その殴り倒されたり倒れたり怪我したりする人たちが運び出されるシーンが一晩中続きましてね、テレビを見ながらもう震えてきて、ガタ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 体が震えてきて、犠牲が大きすぎたからな。愛国訪日を阻止できたのは政治的成功にしてもさ。でも言ってよかったよ。ひでえことをしやがる。気が狂いたくなるぐらい腹が立つよ。しかし一人の死者を出したっていうのは指導方針に問題があるんじゃないかな。犠牲者を出さないように方針を組むべきだよ。俺は犠牲になったっていいよ。基地を辞めさせて安保阻止ができんならな。私たちの心に染みる存在になりましたね、神波道子さん。キプレヒコールもやみ、行き詰まる沈黙のうちに午前0時、新安保条約は自然成立という最も不自然な誕生を見たのです。疲れ切ったような表情で帰っていく岸首相、その後には地に落ちた民主政治を象徴するように紙くずが散乱しています。私たちの週刊誌は編集会議をやってるんですね。デモは終わった、さあ就職だと、というのでやれという命令が出ましてね。いや実に残念と思いですよね。これだけ日本人がね反対だと言っておりにもかかわらずね、議会では通ってしまう。だから民主主義とは何だというね。岸がその自然成立の後倒れた後、池田内閣っていうのは出ます。これだけ日本の国民はエネルギーがあるんだ。このエネルギーをですね、経済に向けて日本の経済を成長させなきゃいけないと思った。それで日本の高度成長政策がずっと進むわけですね。The strategy in Japan was actually quite subtle. It was not simply to establish the Liberal Democratic Party as a pro-American bulwark
against communism, but it was to subvert and destroy the Japan Socialist Party. It was to create propaganda to make sure that, that no left wing grew in Japan. TV?ちゃんとありますよ。お前のことで来るって言うから贅沢に見えちゃいけないと思って隠しといた。だんだん上手くなったな。良い周到だよ。またやってるな。あれトスブーミングといってな、原爆投下の訓練だよ。こんな街の中だっていいのかな。安保条約が取り決めたからな。闘争が終わったことで社会的事件っていうのはもう書きたいっていうふうな意味での魅力はもうなくなったと。それはね、僕の絵にも跳ね返ってくるわけですよね。自分の目が外に向いていた目が内側に向かったというか。一年もない前に、僕の同級生がこの安保に関する僕らの考えという冊子を持ってきまして、お前覚えてるか、こんなのが出てきたよ。あまりにもひどいと分かっていることを、あらゆる手段を使っても退けることができないとき、人間はどういうことを始めるのだろう。いろいろ考えて、僕は安保に反対ですし、岸は絶対にやめてほしいのです。はっですね、こんなこと書きましたね。ちょっと恥ずかしいような、なんかちっとも進歩してねえなというような思いとね、うん、この時ブレてないなっていう気分と。基地のない風景っていうものを私は知らないんですよ。生まれた時から基地がある状況で、なぜ沖縄にあるのか。もともとここに基地があったじゃないのよ。ここには家が800軒もあったの。戦争で負けてね、みんな難民収容所に連れて行かれて戻ってきたら全部焼かれて基地にされてたの。僕なんかの読谷は基地作るために部落を移転させられて、今でもまだあるんですけどね、鳥居ステーションという。
なんで沖縄にこんなにいっぱい米軍がまだいるのか。これは日本政府がアメリカにこれを使ってくださいっていうお金を毎年毎年莫大なお金をプレゼントしているから、私だっているわよ、誰でもいるんじゃない。海、大海原に出て、そこから 陸上を見てみると、そのフェンスが、境界線のフェンスがとってもちっぽけに見えたんですね。あ、なんだと。こういう境界線っていうのは、もしかすると自分たちの心の中で繰り返し繰り返し、ここから入ってはいけないですよ、あなたの土地じゃありません、自分の中でも強化していくんだっていうことを初めて知って、これをまず打ち破ろうと。バーガイであって兵隊に声をかけることよくあるし、写真撮らせてもらうことよくあるけど、あなたがばあちゃんの入れ墨を背中にしてるって聞いたから、ぜひ見せてくださいと。この子にとってみれば、大好きなおばあちゃんが自分を守っている、家族と一緒だっていうふうに気持ちだと思うのね。私これを見た時になんか悲しくてさ、この前まで高校生だってヤンキーしてたのに、冷たい顔して人も殺すわけさ。だけど殺されるもそれなんじゃん。こんなのこの青年一人にね、アメリカは背負わせてるわけでしょ。何の恨みつらみもないよ、兵隊には。でも米軍は嫌いよ。悪いこといっぱいしてるし。許してる日本はもっと嫌い。許してる自分たちももっと嫌。はい。私泣き虫だから若かったせいか、
自分の気分の方ではカタルシスありましてね、見てくださればもうそれでも良いというふうな構えでいましたんでね、展示したら家へ帰ってあとはどっか突っ込んどくというふうな、こういう立派なね、国立の近代美術館に飾ってあるか、飾ってはなかったかもしれないけれども、倉庫に入ってましたか。はあ、一番気になっている言葉はその棄民っていう言葉なんですけど、その国がその 民衆民を殺してるっていう言葉。日本のこの近代の歴史の中では、その国民政治というのが国家や国体を守るためのものであって国民のものじゃないなっていうことがすごく見えてくる。どん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 変わっていくように思うくらいの絵を描きたいくらいなことを考えてたのね。実際変わったところを確認したわけでもないし、実際変わっちゃいないと思うけども、そのくらいの意識で描いてるってことね。20 years after the end of the Cold War, and we are still trying to institute democracy at gunpoint. We are still trying to buy our way into power. アメリカの影響が大きいと思うな。アメリカナイズされてくる。それはね、なかなかね、その全てがね、日本に似合わないんだよね。横須賀だけじゃなくて、どんな機種の街でもきっと何かあるんだと思う。なんか得体の知らないのこう匂いみたいなのこう漂ってる。傷を受けたような感じがしたんですね、横須賀で育ったっていうのは。そういうこう傷を受けたのはどう考えてもやっぱり騎士の騎士という、でそれに対して、なんか傷を受けたまんまで嫌だなと。